得点シーンです。俊介のコーナーキック、まあ、前で確かに触ったっていうけど、やっぱり最初のコーナーと違うのを蹴って、はい、もう完全に振り見たら狙ってるしね、はい、あれは本当にいいボールですよね。このボールです、うん、まあ、触ってなくても入ってた可能性がありますよね、うん、まあ、やっぱり体あれだけ倒して振ってるからね、はい、強く。清水バレー前半はこれが唯一のチャンス、うん、まあ、ちょっとボール運べなかったんで、はい、こういう形からしかなかったですもんね。そうですね。Fマリノスは、まあ、この辺にプレッシャーあんまりかかってなかったんで、富澤から兵道で崩して2点目です、うん、これは監督も言うコンビネーションね、はい、裏の飛び出しで動かして足元じゃない別の人がちゃんといい点を動きをしたということで、はい、まあ、これはいい点ですよね、チームにとってもね。8分に先制、39分に2点目、まあ、時間帯も含めて樋口監督のチームは前半いい形で点を取りました。清水後半の立ち上がりです。52分、これはでも期待感のあるクロスが上がってきました。これはまあ悪くないと思いますよ、はい、このタイミングで入れていくというのはね。であそこに内田が上がってこうクロス入れるシーンもちょっと少なかったですよね。まあ、ちょっとね高橋でなかなかプレーできなかったんでね、はい、で途中出場の斉藤の突破から最後マルキーニョス、これは良かったですね、はい、71分。まあ、一度は引っ掛けかけたんですが、斉藤もこれは加賀さん冷静だったですか。いや、アピールしたいっていうのがあるから得意のドリブルで強引でも行くと、あ、はいはい、それは本当に逆に言えば大事なことだと思うんだよね、はい、清水は79分、バレーと中澤がマッチアップしてバレーのシュート、うん、まあ人もいたけど、まあ、打つっていう、まあ、これも当然仕方ないと思うんですよね、はい、すると88分、中村俊輔がラインを破るキラーパス、マルキーニョス、まあ、これは本当にね一本かわした後の次がもう味方ともタイミング合ってるけども、はい、逆に技術何のために使うかっていうお手本みたいなもんですよね、はい、うん、そこからまた横パスとかそこから遅らすんじゃなくて狙ってるもんね。でこれも浮き球に抜け出した斉藤がこれまた冷静にハットトリックをお膳立てしました、うん、落ち着いてるよね、はい、うん、まあ、最後は90分、マルキーニョス、うん、見事なゴールでハットトリック、終わってみれば0対5、うん、横浜 F ・マリノスが、まあ、開幕2試合9ゴールすごいね、うん、ちょっとマリノスのイメージじゃないですね、この点数までこんなこと言うと怒られちゃいますけど、まあでもそれが課題だったんで、はい、いいスタート切れてると思いますけどね。そうですね、うん。